旅客用電車で、デジロ ML の後続電車である。2016年6月末に車両名と主要仕様が発表された。ミレオは2016年9月のイノトランス展覧会でシーメンスの出品で一般人に公開された。2018年6月に第1号の電車が出荷された。ミレオはただ電気車両だけで製造されて、 内燃機関車両の製造は現在計画されていない。デジロ ML と違って、ミレオの場合連接台車が採択され、アイス4のように軸受けが輪軸に装着されている。外観の構えからだはアルミニウム材料で総括組み立て方式を通じて製作されている。一般電車の場合、両先頭車の長さは26メートル、中間車の長さは19メートルである。 電車は乗降場の場合、550mm、760mm、960mm の高さに対応するのが可能である。動力台車の数量により加速度が対応である。エコー設定電車の場合、動力装置は段台車に装着されて、最高速度は秒速 0.65m2 の加速度で時速 140km に至る。スピーデ設定電車の場合、 動力装置は4つあるいは5つの台車に装着されて最高速度は秒速1.2メートル2の加速度で時速160キロメートルに至る。車内には乗客向けの案内システム及び無線 LAN、エンターテインメントシステムあるいは画面の広告などが設置可能である。室内配置は鉄道会社により自由に設定できる。電車の走行道中の問題を防止するためにシーメンス社が 電車の出庫前に全般的なソフトウェア点検を行っている。シーメンスは非電化区間にもバッテリーで走行できる蓄電池電車の形式を開発している。バーデンビュルテンベルク州の主務部署はオルテナウロ線向けの蓄電池、電車20本を注文した。シーメンスはカナダ企業であるバラードパワーシステムと共通で水素の燃料電池システムで 電気動力を生成して、非電化区間でも投入できる車両を開発する計画を立案した。バラードパワーシステム製2 0 0ット容量の燃料電池で時速1 6 0トルの速度が可能だと言われる。2020年6月から24本の3編成車両が主にマンハイム・バーゼル線のオフフェンブルク・バーゼル区間及びミュルーズ線の区間で投入されている。この路線は、 バーデンビュルテンベルク州政府が与えたラインタール路線である。2020年11月1日に全量の電車が導入された。車両の外観はバーデンビュルテンベルク州立地域公共交通の黄色黒色、白色に塗装されている。出入り口の床面高さは600ミリメートルである。2017年8月に3編成車両57本が 注文されて、2020年12月より、ラインネッカー S バーンの S5、S51、S6、S8、S9 系統に段階的に導入される予定である。同年12月まで38本の車両が引き渡されて、残りの車両は2021年中に該当する路線に投入される予定である。2020年9月から試運転がいくつの段階で行われた。 新型電車の出入り口の床面高さは800ミリメートルで扉の下に滑り踏み板が装着されて車両内部には無線 LAN 装置が備え付けられている。列車リース企業であるアルファトレーンスはラインガーサガン線の既存電車を3編成併結で運行するために6本のミレオ電車をトランスレギを鉄道に提供した。6本の電車は2019年末より クレイフェルトで製作されて2020年12月に RB26 系統に投入された。電車の外観はラインネッカー S バーンの新型電車外観と類似して様々な乗降場の高さに対応するために扉の下で2つの滑り踏み板が装着されている。ありがとうございます。